広大な外宇宙は幾億もの人間のさまざまな夢を受け止め、その上でさらに無限の可能性を見せつけていた。そこには数え切れないほどの夢が広がっている。無論その中には悪夢も存在する。セクターガンマで確認された惑星レゾニアの知的生命体たちが地球連邦で宣戦布告し、激しい戦乱の炎が巻き起こった。宇宙歴342年、惑星レゾニアとの海戦を戦艦カルナスによって勝利に導き、栄誉指揮賞を受賞する。宇宙歴346年、辺境の未開惑星ロークで発生した謎のウイルス事件を解決し、レゾニアを背後で操っていた惑星ファーゲットの指揮者ジエリ・ボースの陰謀を阻止。その功績を称えられ、38歳という異例の若さで提督に昇格する。僕はそんな父さんのことを誰よりも尊敬していた。銀河連邦の士官というのが立派な職業だっていうことも分かっている。でも僕は僕だ。銀河連邦の英雄ロニキス・ジェイ・ケニー提督の息子というだけの人形じゃない。だけど僕は今ここにいる。どうだ、降下前に調査した結果と何か違う結果？いえ、相変わらずいかなる波長にも反応。うん、ということはセンサーから発した波を。クロード、お前もすでに勝利だ。どうした？いえ。いや、そのフェイズガンは戦闘の時必殺技ボタンで使うことが。提督、ダメです。そうか、よし。誰が何のためにこんなものを。一体何がある。とりあえずこのドーム入り口。そうだな、全員で周辺の調査を行うこと。身の安全が。どうしたクロード。なんだ。多分制御装置の意識。うん、どうだ。少し。よし、開きました。内部の様子は。入り口にセンサーらしきもの。よし、いい気になって近。大丈夫です。まだあ。黒そんなに怖がっていたら何もできないじゃない。やっぱり危険なもの。座標クロード。提督、危険です。
私のせいだ。僕は父さん、そうだ、通信機。ダメだ、どこかに飛ばされたの。ここでじっとし、この雰囲気からして未開惑星なんだ。人だ。危ない、後ろ。まずいな。怪我はないかい？なんとか間に合った。あ、未開惑星保護条約に引っかかるかも。でも安心なか、あの、大丈夫だったかい？あ、ちょっと待っ、行っちゃった。よかった。すみません、逃げたり。いや、その、あの、怖かったかな。はい、少し。でも本当にすみませんでした、助けていただいたのに。いいんだよ別に。それにこうして待っててくれたじゃない。申し遅れました。私はレナ・ランフォードと言います。ああ、僕はクロード、クロード・シー・ケニーです。よろしくよろしくお願いします。ところでクロードさん、
さっき何か言いかけてましたけど。ああ、そうそう。大したことじゃないんだけどさ。ここってどこなのかな？なんですか？え、ああ、まあそんな感じかな。どこからいらっしゃったんです？地球からなんだ。地球？どこですか、そこ。わからないよな、普通。そうだね、うん、なんて言ったらいいのかな。そう、遠い場所だよ。ここからは多分ものすごく。遠いところですか。私はこの大陸から離れたことがないんですよ。すごいですね。エル大陸のさらに向こうなんですか？まあね、そうなるかな。大変な旅ですね。橋の向こうがアーリアです。へえ、あそこが君の住んでいる村か。でもいいのかい、いきなりお邪魔しちゃって。構いませんよ、助けていただいたお礼もしたいですし。そんな別にいいよ、大したことはしてないんだから。とにかく気にしないでくださいね。大したおもてなしはできませんけど。こんな綺麗な空気を吸うのは。空気に綺麗。うん、僕。そうなんですか。まあね。なくなりませんか。クロードさん、私一旦家に帰ってきます。うん、すぐ戻っ。なんかとんでもない。とりあえず、
ちょっと。え？クロードさん、どうしたんだ？いや、村の中を散歩して。そうなんですか。まずかったかな。そんなことはあります。お母さん、この人が今話。そうなの？どう？そんな。いえいえ、もう少し。もう。そうは言う。クロードさん、お待たせしてすみませんでした。あ、うん。じゃあお母さん。もう。お邪魔しました。すみません、さ。そうなんだ。うん。雑貨屋さん。なんだか。それはハーブ？傷を治す。そうなんだ。知らなかった。うん。よく今まで。ここは最近結婚した。そうなんだ。教会です。村の結婚式とかはここ。へえ。はい。ここのうちのお父さんは大工さんなんです。子供たち二人。ええ。優しいんだね。そんなことお邪魔します。
あら、レナ。したこと。お母さん。おいしそうでしょ。そう。何？それ。そう？まあ。ほら、ごらんなさい。無理しないで、ね、平気。もうでもす私は、うん、ふう、母さん、何とかして帰る方。レナ、クロードさん、そんな、そう、本当に、本当です、本当、本当に、ああ、よかった。お母さん、ただどうしたの、お母さん。だって、だってじゃなくて、言っちゃ、何を言って、言っちゃったの。まだよく分かってないみたい。一体、いいから落ち。あ、クロードさん。あなたがクロードさんですか。初めてお目にかかります。クロードです。神話の森でレナ。いえ。ところで、あ、いや、どこへ行か。ここがどこ。何が言いたい。無礼を承知で申し上げ、あなたは旅人じゃな、おそらく異世界のもの。根拠なら、あなた、そんな、そんな、私をた、それは、この人は、そんなことな、光の剣に関してはわかります。光の剣では。どうしてそんな。だって本当に勇者じゃないんだ。本当に知、この村に起きている、本当に今か。この村から北西に位置する別の大陸に、エル王国という国があります。そのエル王国の領地の一つ、エルリアの町に、ある日突然隕石が落下しました。はじめはただの珍しい隕石だと騒がれていただけだったのですが、やがて異変が。平和だったエル王国に突如、多くの魔物、今までそのようなこと、関連づけてか。我々は、どうか。ソーサリーグローブが突然降ってき、でも、今、世界に異変が起きつつあります。でも、それ、それは、うまく説明できません。漠然として、でも、そうで、そこまで強硬に否定しなさる。そんな、すみません。いや、ごめんなさいね。しばらくそっとしておいてやってください。あなたを本当に勇者だと信じていたのでしょう。何？そのうち落ち着くと思います。レナ。クロードさん、一つお願いがあるのです。できればこの先、
あまり勘違いを受けるような行動は慎んでいただきたい。その光の剣などのことです。先ほどご説明いたした通り、どうせく。わかりました。ところでく、それは、それならば、そんな、ご迷惑では。いや、それでは。よっ、はい、そう。